はい、やっと来た。はい、西穂丸山です。おお、はい、こんにちは、かばばです。今日はね、北アルプスに来てます。西穂独標を目指します。こっからね、ドーンと一旦降りるんだよね。降りて登り返し、はい、向かいの山のね、てっぺんにあれが西穂山荘ですね。西穂山荘もね、2年半ぐらい前かな、あそこまでわざわざね、ラーメン食いに行ったことがあるんだけど、カブママと雪の中ね。はい、あとあそこまでどれぐらいだろう、1時間ぐらいかな。恐ろしいほどいい天気。はい、西尾山荘ですね。正直言うとね、雪の時期しか来たことなかったんで、夏山の西尾山荘見るの正直初めてなんだけど、冬道はこの上なんですよ。ね、夏道はこっち側から上がってくんだね。西尾山荘ですね。はい、あれが焼け岳。ノリクラ、こちら霞、今から独標方面、まず丸山の方に向かいます。はあ、山荘でね、赤飯のおにぎり1個食ったんだけどね、まあなんとか非常食で乗り切って無事帰ってきたら、まあ、西穂のラーメンをね、食いたいと思います。はい、こっちはね、
夏限定の東邦大学の医学部の診療所ですね。さあ行きましょう。焼けたけ、焼けたけの向こうが乗鞍で、この下がね、上高地がちょっと映ってますね。いや、だいぶね、残ってきた。焼けだけと同じぐらいの高さになった。はい、目の前がね、あそこが丸山ですね。で、丸山の向こうが、あそこが突標で、ピラミッドのようにとんがってるのがピラミッドピークで、向こうが西方の山頂ですね。パッと見たらあれ前方ですね。釣り尾根が隠れちゃってるけど、白いのが残ってるね、まだね。いやー、ほんと最高の登山日和ですね、今日は。この風もね、まあ冷たいんだけど、もう体がクールダウンするほどじゃないんだけどね。出ましたね。ヘリだ、ヘリ。あれ岐阜県のヘリか。あそこが丸山ですね。はい、やっと来た。はい、西穂丸山です。はい、でも気持ちいいね、これハイマツの林の中を。はい、見た通りね、ぐーっと上がってきます。頑張りましょう。ちょこっと顔出してるね、ありがとう、ピョーです。拡大するとね、キュッと拡大すると、あれが新穂高のロープウェイの頂上の駅ですね。で、あれをね、ぐーって下って登ってきたところに西穂山荘があります。そこから登ってきました。いやね、カウマはピンピンしてんだけど、なんかね、僕の方が随分体調悪くなっちゃって、ちょっとね、ふらーっ
っとし始めたんで、無理しないで今日は降ります。とりあえずね、あの赤い屋根の西穂山荘まで降りてラーメン食べてね、で今日は一旦引き返しますということで降りましょう。はい、あ、怒ってんの？味噌と醤油。じゃあ醤油。はい、来た。醤油。かぐままは味噌。はい、それじゃね、西穂ラーメン美味しくいただきましたんで、はい、ロープウェイに向かっております。では行きましょう。今度は泊まりに来たいね。なあ